まずやってきたのは郡山市にある家具と雑貨の店ラボット。去年から続く新型コロナの影響で生活を見直したり家具を買い替えたりする人が多く訪れるといいます。おしゃれで広々とした店内には在宅ワークに癒しをプラスしてくれるものがあるということでやってきました。こちらですね、観葉植物がたくさんあります。こちらのスペースには40種類ほどの観葉植物が販売されています。品数的にはいかがでしょうか。はい、今ですね、すごく品薄なんです。やっぱりそれだけ人気と。そうですね、県内とかっていうのではなくて全国的にやっぱりお家の中にいる時間が長いので観葉植物がすごく人気で品薄な状態になっております。これだけいろいろと種類があると、はい、私初心者なので、はい、何がいいかななんて悩んでしまうんですが、はい、おすすめのものありますか。はい、早い。それがこちらのサンスベリア。見た目が虎の尻尾に似ていることから虎の王とも呼ばれるサンスベリアは乾燥に強いためこれからの時期に育て始めるのにぴったり。さらに嬉しい効果も。楽ですし、なんといってもこれ空気をきれいにしてくれる。空気をきれいにしてくれる。そうなんです、マイナスイオンがこう出るので空気をきれいにしてくれるんですよ。さあ突然ですがここで一つ問題です。こちらの植物の最大の特徴は何でしょうか。文化さん5秒でお答えください。これ結構無茶ぶりですね。サボテンとかと違うよっていうことですよね。まあでも、すみません、ギブアップ。実はですね、こちら生花と見間違うほど繊細な作りなんですが、はい、これらアートフラワーやフェイクグリーンと呼ばれるもので増加、そういうことなんです。見栄えに必要が全くありません。リアル。こちらは壁にかけたり棚の上に置いたりしてインテリアのアクセントになるグリーンボール。アートフラワーに光触媒の加工が施されているので、はい、空気をきれいにしてくれるんです。通常のご自宅の照明の光が当たるところであれば半永久的に続くので。続いては家の香りを変えてリフレッシュしてみるのはいかがでしょうか。こちらのアロマは家具メーカーが開発したもので場所や用途に合わせた香りを楽しむことができます。通常のアロマオイルというのが100度ぐらいの水蒸気蒸留というので抽出するんですけど、成分を家具のこう作る工程を利用して高圧で水蒸気蒸留をすることによってちょっと難しいんですけどよりいい成分が抽出されるそうなんです。実際に2種類の香りを嗅いでみると、すごく木のいい香りはもちろんのことなんですが柑橘系の爽やかな香りもあってリラックスできそうです。さあそしてもう一つベッドルーム用のアロマ嗅いでみます。こう深い森の中にいるようなすごく木の香りが豊かですね。ラベンダーの香りもしてくるのでこれはまたゆっくりと眠りにつけそうです。心を癒してくれるだったり心を豊かにする商品いっぱい置いてありますのでぜひ感染対策しっかりしておりますのでご来店いただければと思います。はい、最後は仕事の休憩中にコーヒーを飲むという方多いのではないでしょうか。そんな方にぴったりの商品があると聞いてやってきたのは郡山市薄井百貨店にある福栄コーヒー。コロナ禍で巣ごもり需要や在宅ワークが増えたことからコーヒー豆を買いに来る人が増え自宅でも美味しいコーヒーを飲みたいという声が多く寄せられたといいます。そこで今回販売をスタートするのが、こちらの高速エアコーヒー抽出マシンのバックワンという商品になります。豆の甘みをダイレクトに味わえるコーヒーメーカーです。抽出までにかかる時間は通常3分ほどかかるホットコーヒーは30秒、さらにおよそ10時間かかる水出しコーヒーはこのマシンを使えばなんと5分。その秘密は抽出方法にありました。通常こう重力で落とすんですよねコーヒーってドリップで、こちらこの中の空気を真空にすることによってとても抽出し効率が良くなりまして。では水出しコーヒーいただきます。すごく香りが良くてでもあっさりしたコーヒーなのでごくごく飲めますね。このコーヒーが自宅で簡単に楽しめるなんて本当に嬉しいです。 USB を使
った1回の充電でおよそ1ヶ月間使うことができ、コンパクトなので自宅で使うのはもちろん、キャンプやアウトドアのお供にもおすすめ。今までのが何だったんだと思うぐらい、30秒でこんな味か、こんなに美味しく入れられるんだなって、で誰が入れても美味しく出ますんで、自宅でカフェレベルの味がご堪能いただけます。在宅ワークの合間に美味しいコーヒーでほっと一息してみませんか。